コード理論。コード理論。コード理論よ。ね。ジャズコード理論やってますからね。あの、宇田くんのね、あの、ああいうとこ見てるといいんだけど、この、このセブンス、この C7 ね、この C7。この C7 をこ鳴らしたときに、このセブンスの音を、 を基準に完全4度であのインターバルが動くわけですよね1451って言ったら CFG なんだけど C7G7C7F7G7 なんだけどあのこの C7 ねこの C7 で次 F7 ってなった時どうなるかと言うと まあ普通は F7 って言ったらあのこれなんだけど5度を外すわけねでこうなるわけジャズの時には C7F7 ほんでもって G7 ってなっちゃうわけほんでここにテンションがかかっちゃうわけねテンションがかかってしまうわけですよねだからこのこれがえーと単7度 これ5度ですよねだからその C7 の音に、えー、C7 の音にあのオルタードテンションの音つまりこの、えー、フラットナインと、えー、何でしたっけシャープナインナインスのフラットナイン の 9, でしょ9のこのフラットナインとシャープナインとこのオルタードテンションねシャープこ,こ,こやつを入れた音が、えー、いわゆるオルタードドミナントセブンススケールになるわけね C7 のコードトーンプラスこの9の音の両サイドとこの5度の音の両サイドオルタードテンション を足したやつがオルタードドミナントセブンススケールというふうになるわけね。ということは何が言いたいかというとセブンスの音を中心に1-4-5-1が回ってるわけですよねこうジャジャズジャ。ジャズっていうのはね。だからそのアコギで。 リーコードしか知らない人はコードフォーメーションのその成り立ちがコードを形成している音がコードトーンだけどそのコードトーンプラスこの9の両サイドと5の両サイドつまりこれがジャズの,あの、えー、オルタードドミナントセブンススケールになるわけねでそのペンタトニックスケールってこうあるんですけどペ,ペ,ペンタトニックスケールをこう こうややってねね一生懸命やりますよねペンタトニックスケールであのペンタトニックスケールえーどうだったっけペンタトニックスケールはこれじゃちょっとわかりづらいかなえペンタトニックスケールえーなんかないかなペンタトニックスケールはドリアンがあるなドリアンでいいやドリアンでいいねこのドリアンスケールってありますよねドリアンって。 これドリアンというのはここから今えっとこれは C のドリアンですよねドリアンの構成音というのはルートの C 音に対して単3度単3度マイナースケールですか炭単3度プラス超6度こやつとここがドリアンの基本構成だったですよねつまりこのこことここだけ見るとちょっと分かんないんですけどこれを えー、ここに持っていきましょう D ドリアンにしましょう D ドリアンにすると音は分か音<楽>このこのこの D ドリアンねこいっぱい黒丸がついてるか分かりづらいんですこれペンタトニックスケール と同じですよね。A マイナーペンタトニックスケール A マイナーペンタトニックスケールの A マイナーペンタトニックスケールというのはですよね。A マイナーペンタトニックスケール A マイナーペンタトニックスケールにこの六度超六度が入ったらドリアンですよね。 で、ドリアンだけど、これ B 音がここ入ってないので、ここも加えたらドリアンですよね。ということは、ペンタトニックスケールって5音ですよね、ペンタ。えー、ダブルね、1、1、ダブル、トリップ、で、テトラ、テトラが4ですね、5が、5がペンタ。ヘキサとかね。要するに5音コントロールがペンタトニックスケールだから、こことここを足せば、 ドリアンになるでしょということは何が言いたいかというとこの Am のこのこの Am のねこのこのペンタトニックスケールこの Am ペンタトニック Am ペンタトニックスケールのこうやつに要するにこことここを足せばこれは D ドリアンスケールになるわけですよね。 ドリアンだからドリアンなんでドリアンじゃないとジャズに向かないのかってねまあリリアンでもいいじゃないかじゃないけどドリアンしかダメなんですよねそれはなぜかというとこれペンタトニックスケールっていうのは5音をコントロールしますよねアボイドが出てきますよねリリアンだったら4度が出ますよねリリアンだったらゾ4度,、ね、リリゾ4度これゾ4度アボイドですよね 全3和音のこの音とこの音一緒。アボイドっていうのは12フレットまでの真ん中の音。こいつアボイドね。12フレットの音に対して。6とこれ全部アボイド。7フレットと5フレットは倍音が出るからアボイドは出ないわけですよね。トライトーン、その全3和音をアボイドっていうわけですから。 リディアンだったら Z F、F シャープ、ここがリディアン。リディアンの構成音ですよね。ということは、これは使えない。じゃあ、ペンタトニックにしたときは、A マイナーペンタで動かした時ここときは、ここと、まあ、ここと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 ここ,とこ,こ,とこ,こ,とこ,こですよね。ここはフラットフィーフス。とこれは B。 とということは何が言えるかというとこの D ドリアンドレミファソラシドレまで0から0までのインターバルのドリアンスケールというのはペンタトニックスケールの音に6度を足してるだけですよねこれはドリアンのドリアンなんですよドリアンねドリアンスケール でここの音がちょっと邪魔ですけど、ドリアンね。だから、えー、っと、あれどうだったっけ。えー、これじゃなくて、えー、どうだったっけ。うんと、これか。この D のドリアン。D のドリアンスケール。 D のドリアンスケールを見たときにこの D のドリアンね D のドリアンは AA のマイナーペンタトニックメイン A のマイナーペンタトニックスケールの音にこの B 音この D から見た第6音を足してるだけですよねと B 音を足してるだけ B 音と B, B, 音, B 音ね 第2音6音を足してるだけですよこの5音コントロールに、えー、出てくるのはこの B 音この B 音 6, 6音ね6音を足してるだけで F4 度が入ってくるこの夜な抜きだから F が当然 F が入っちゃうんだけどスケールとして見た時ねだから結局エレキをやって ペンタトニックスケールが使えるようになった人はそのフラットフィフスを使ってあのこの音を使ってねいわゆるブルノートスケールに走るわけねでブルノートスケールが使えるようになったら次はドリアンに行くわけこのジ,ャジャズのフレーズが分かってくるわけねという理論が成り立ってくるわけですよねこれは G ドリアン G ドリアンスケール。G から単酸度の音と超六度。これ超六度の音を含むのはドリアンになるわけですね。だけどこれ、これ、これを外したら、これ G マイナーペンタトニックスケールですよね。G マイナーペンタトニックスケール。G。これ G マイナーペンタトニックスケール。G マイナーペンタトニックスケール。 一緒でしょ G マイナーペンタトニックスケールとその G ドリアンスケールの違いはこの2つでしょこの2つだけでこれを入れたらジャズになっちゃうわけねとここを入れたらブルースになるわけですねだからドリアンドリアンってみんな言うわけねドリアンを弾けないとダメとじゃあドリアンはこれでいくとここドリアンですよねあの、まあ、ドリアンのフレーズっていうか ドリアンのフレーズっていうのはこのこの全音半音この単3度と6度をやらないといけないわけですね。と6度を引くということはこれがメジャー7度か単7度かメジャー7度かは関係ないわけよね。でこれはマイナーかメジャーかの決定要因だから単3度は引かなきゃいけないルートも引かなきゃいけない。だけど像度と4度とか2度とか5度は 必要ないわけですよね6度と33度だけ弾いときゃいいわけですね。これを特性音というわけですね。ドリアンの特性音。だからそのままフレーズを覚えたからつってそのまま弾いちゃったらそのドリアンのフレーズは弾いてんだけどドリアンのモードに聞こえないわけですよね。ただその一体期待してるだけだから。だからドリアンのモードに聞こえるためには超6度と単3度を。 できるだけ特性音としていっぱい鳴らしてやらないといけないわけですねだからフレーズ崩壊するときに例えばこのフレットとこのフレットばっかり例えば G マイナーで F と G 要するにこのねこの音だけを取りに行くとファとファそうだけ取りに行くと G マイナーというフレーズの中では音は成立するけど g ーの中でドリアンモードを弾いてることにはならないわけですよね。ドリアンモードを弾くということは単三度と超六度音を取りに行かないといけない。だから帰っ,ってくる音がここにならないといけないということ。ドリアンをね。でジャズの人たちがこれをずっといつもあのディスカッションしても A だったらこれ A, A ですねこれ。A から単三度とこの超六度を取りに行くわけですね。 これがドリアン。A マイナーペンタトニックスケールにこの2音を出しただけですよね。これがドリアンですね。だ E だったら E はここですね。E はここから単三度とこの、えー、開放弦ね。ちょっとこれ端っこだからちょっと分かりづらいですけども。ここがいいね。同レミでしょ。ミから単三度と6度がありますよね。これがドリアンですよ。 だからペンタトニックを覚えてブルーノートを覚えたらもうつ必然的にもうジャズにドリアンに入っちゃうわけですフレーズを覚えちゃうということはねつまりドリアンが分かるということはメジャースケールマイナースケールが分かってないとできないしペンタトニックも分かってないとできないし ミクソディアンスケールの音下の並びも頭に入ってないと G メジャースケールね、G メジャースケールも分かってないとできないし、G メジャースケールね。G メジャースケールのドリアンはこの A ドリアンと一緒ですからね。G メジャースケールは A のドリアンスケールを弾いてることですからね。A のドリアンですよ。つまり G メジャースケールがわかるということは A のドリアンを弾いてるということですか A のドリアンスケールがわかるということは、 A のマイナーペンタトニックスケールを弾いてるってことでしょということは G メジャースケールを覚えたら A のドリアンとペンタトニックスケール終わりですよね。これ3つずらしたら G マイナーあの F シャープマイナーペンタトニックスケールですね。F シャープマイナー F シャープマイナー G フラットマイナーペンタトニックスケール。イングイもね、夢ではないというふうになっちゃうね。 だからスケールっていうのはそのリディアンだロクリアンだなんとかだってこういっぱい覚えるんだけど結局使えるのはドリアンとミクソリディアンとフリディアンしかないわけねフラメンコ弾きたければフリジアンですよブルースやりたければマイナーペンタトニックスケールあのフラットフィウスですけどだからそのこうずっとこう音楽理論をねこうやっていくとねあの 当ててずっぽににいいいるんじゃないということに気づくわけですよねたまたまそのフレーズをこのあの引き出しがこうない人がやるアドリブってワンパターンなんですよね。でいっぱい引き出しを持つということは当然アボイドを出してはいけないんだけどもアボイドノートを出さないためにはこの音歌の並びが。 どのスケール上のポジションに位置しているかをこう見ていく必要があるわけですね。で、このスケールのポジションが分かっても、これはイドリアンスケールね、これは G メイエドリアンスケールというのは、さっきの G, G メジャー、イドリアンスケールね、これ A ドリアンスケールというのは G メジャースケールと同じ音楽が同じでしょ。ということは、G メジャースケールを弾いて C からスタートすれば、 C フリジアンスケールを弾いてることになるわけね。全然全,全だから C フリジアンスケール。つまり C フリジアンスケールあ。あ C リディアンか。C リディアンスケールを弾いてることになるね。C リディアンと同じでしょ。G メジャースケールじゃあ C リディアンスケールを、要するにその始まるその出発の音が違うというだけで。 じゃあこれ A の C リディアンスケールっていうのは、A、5フレット化した A のドリアンスケールでこれはペンタトニックスケールですよねだからそのスケールを個別に A 音に対して A のペンタトニックスケールだ G 音に対してミクソディアンだとかその覚えても意味がないっていうことになっちゃうわけよね出発音が変わるだけで音下の並びは同じだからじゃあモードスケールを あのフレーズの中で的確に鳴らすのはどうしたらいいのってなった時にやっぱりコードフォーメーションに出てくる音の並びを選び取るそういう練習をしないとただ単に曲をコピーしただけでは100年経っても足らないってことになるわけねだからコピー耳コピーはダメよダメよって言ってるわけ。要するに何千曲コピーしても この理論には行き着かないわけ音を覚えた音をただあの覚えた音をその出すテクニックとしては出来上がるけど自分でフレーズを研究するっていうところまは絶対行き着かないのね。記憶した音のあの何て言うかなこの記憶した音これ A のこれあのあれどう,どういうのを説明してるかというとねこのこれは A のエオリイ,イオリな、ね、イオニアンスケール A メジャースケールが A のリディアンになった時にのこの,緑この青いやつがこの運指ですよ指を動かすところのこのポジションねで黒いやつが A のミクソリディアンスケールですよでこれなんでこれを出したかというとそのこの要するにそのスタートの音がこう変わるだけよね 赤でスタートして A の,リ A のアイオニアンスケールを引きましたとこの赤で赤のところを引いていくと A のアイオニアンで水色のところを引くと A のリディアンスケールになるわけねで黒のところを引いたら A のミクソリディアンスケールになるわけつまりどの音から経由してどの音を鳴らしたらそのモードになるかっていうのを説明した運指表なんですよね。 そういうい表なんでですよねでこれをそのケージドシステムのその音歌の並びのこのまあ音歌の並びっていうよりもこのスケールのねこのマイナートーンとか今どこにその音が存在してますよっていうのをこうまあ覚えていくのが一番いいんですけど目まぐるしくコードチェンジする中においては そのマイナーサンドとメジャーサンドを追っかけるのでも必死なのにもう覚えてこのギターフレットに一体どの音があるかなんてねそんなのいちいち覚えてられるかってなっちゃうんですけどそれが分かるわけよね。それがケイジドシステムというあの要するにそのコードの覚え方ですよね。 これ軽自動 C システムの CA システムの CG システムの CE システムの C これ D システムの C というふうにこの音波を音波を引き継ぐわけですよね音波を引き継ぐというのはこのイジドシステム C はこのルートをこっちの音波に引き継ぐわけですよね A フォーム C に引き継いでこの A フォーム C は G フォーム C に引き継ぐわけですよね音果を G フォーム C は E フォーム e フォーム C に音果を引き継いで E フォーム C は D フォーム C に音果を引き継ぐわけですねで D フォームはまた A フォームに音果を引き継ぐという これでケージドシステムの音波の引き,継ぎ引き継ぎが行われていくわけです、ね、でそこにこのコードフォーメーションが一致していると。で 6, 6弦と1弦は同じ音だから1弦は考えなくていいと。トップノートに1弦でテンションを利かせる時だけはペダルっていってこのねペ,ペ,ダルペダルってこう,こう,うのトップノート鳴らしてずっと下がってくればいい っていう話になっちゃうわけですよね。と、簡単でしょ、ね、スケールってさ、3つ覚えればいわいけどね。ドリアンと、うん、ミクソリディアンとペンタトニックを覚えたら終わりよね。まあ、フラメーカー弾きたければフリージアン。全部一緒でしょこれ。この黒丸で見るから分からない。これ D メジャースケールですね、これ。E ドリアンっていうのは D メジャースケール。E ドリアンは D メジャースケール。E のドリアン。 E のドリアン。E のドリアンは、えー、E のドリアンね。E のドリアンは、これ D メジャースケールですよ。D メジャースケール。同じでしょ。じゃあ、この D メジャースケールには、じゃあ何が含まれてるのと A の、えっ、ー、と、これいいんだ、A のエオリアンなんだけど、うん、これね。 見るときにこれえっと G だから G シャープ要するに、A G、あ C シャープか C シャープ C シャープ六リアンですよねこれ D メジャースケールは C シャープ六リアンスケールと同じ、ね、C シャープ六リアンスケールと同じいや D フラット六リアンでもいいですね C シャープ六リアンスケールとじゃあ このこれは D メジャースケールと同じ。ということは、ドリアンはここに。ということは E、この E ね、E ドリアンと同じってことよね。E のドリアンスケールと同じ。で。E のドリアンスケールと同じ。E、D フラットロクリアンスケールは E のドリアンスケールと同じ。E のドリアンスケールっていうのはこの E E のドリアンですよね。で、その本を見てね、わからない人っていうのは、そのペンタトニックスケールを、その、 A マイナーペンタトニックスケールをマイナーペンタトニックスケールどれだけコピーしても一緒やねあの意識的にその音がどうだっていうのをこう知らないままこれ A メジャーペンタトニックスケールですね A メジャーペンタトニックスケールが3度上がると6度ですよねということはこれはここに来たら A マイナーペンタトニックスケールになるわけねじゃあ A マイナーペンタトニックスケール A マイナーーペンタトニックスケールこの A のマイナーペンタトニックスケールこいつはこいつは3度下がったらこの A メジャーになるわけよねつまりこの2フレットこの3フレットでまあここ数えたら4フレットだけど途中か123フレットでメジャーとマイナーが切り替わるわけよね3フレットっていうことは一体何を意味してるのかと。 要するに単三度ってことを意味してるわけでしょだから CmCm ペンタトニックスケールは E この E フラット E フラット E フラットね E フラットの E フラットメジャー E フラットメジャーに限りなく似てくる E フラットメジャースケール E フラットね E フラットメジャースケール 似てくるこう一つ音が違うだけですよね。<laughs> ということはだからもう,もうギター30年やっても分かりませんっていうねもうそんなやつばっかりなわけね。勉強しないからよね。音を鳴らすということはその聞いた音を表現するということではなくて調べて出すということよね。その音を調べて出すということができなければ。 どれだけコピーしてもただ聞いた音を並べてるとわけでしょってなるわけねだからその俺が言うわけねそれはプロって言わないんだよってコピーしてその練習したから弾けるんだよってじゃあ一発で弾いてみろこれよってねそれはプロって言わないのプロっていうのは初見で渡されてそれをパッて弾ける人をプロって言うわけね とということよだから C7 という音にそのオルタードテンションが加わると9の両サイドと5の両サイドがつくらわるとそれをオルタードドミナントセブンス,スケールというわけねこれはもうジャズに使うそのドリアンとね似てるわけでもドリアンっていうのはこのどこのドリアンでもいいですよねこの F のドリアンでもいいですよドリアンスケールこのドリアンスケールのこのここの形はペンタトニックスケールに限りなく近いですよね ペンタトニック a マイナーのこれにこれ,これにここが入ってここが入ってここが入ればドリアンですからねということはジャズをやる人たちはペンタトニックスケールから入ってフラットフィッシュ入ってドリアンに入ったっちだけですねドリアンというのは要するに炭三度と超6度超6度ね炭三度と超6度を入れただけですよじゃあそんなに簡単だったらその 炭酸度と超6度入れただけだったら、まだ他のフレーズもあるんでしょって、まあ当然他のフレーズあるんですけど、うんとね、どうだったっけ、えっとどうだったっけ、この、このね、モードがありますよね。この、このドリアンね、えー、ド,ドリアドリアンは、 えー、エオリアンのこのリディアンのこのロクリアンフリージアンってやってここにあるわけですねドリアン。でロクリアン使うと音が暗くなりますよねフリージアン使うとちょっとあのまあフリージアンちょっとフラメンコっぽくなりますねエオリアンはあの異端調でね Am。であの。 中途半端にね音楽をかじってるとねエオリアンをその波長長の延長線上の音だっこう言っちゃう人がいるんだけどそういう考え方は非常に危険ですからねだから波長長は C の F ねこれはそのうだこんたちはその C メジャースケールは F のリディアンスケールと同じですよってね C のアイオニアンと同じですよと。 これメジャースケールとアイオニアンスケールを分けて書いてあるのはこれ意味があるわけですよね。G のミクソリディアンスケールは波長長と同じですよ。D のドリアンと同じですよ。D のドリアンスケールと同じですよ。これ全部同じ音歌ですよね、並んで。で、その音歌が次に引き継がれてぐ,ぐる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 回って結局この7つのスケールが出発点の音を軸音にしてぐるぐる回ってるだけですよね。ということは G のミクソリアンスケール G メジャースケールを覚えるということは C のリディアンを覚えて G のアイオニアンを覚えて D のミクソリディアンを覚えて A のドリアンを覚えて A のドリアンね E のエオリアンを覚えて B のフリジアンを覚えて F シャープロクリアンスケールを覚えたことになるわけねじゃあここに入ってないのは何かというとペンタトニックスケールとブルノートスケールですよねじゃあペンタとブルノートだけやっときゃ最終的にはドリアンに行き着くわけね A ドリアンに行き着くわけだよね ということはこれに気づいた人だけが何ができるかというとこれに気づくと何ができるかというと結局 G メジャースケールが分かって G メジャースケールが分かるということはこの G メジャースケール A のドリアンスケールをもう練習してることになるわけよね。